しますか？おお、いいね。良い。公衆電話ではなくて自動で電話かけてくれる。すごい、すごい。本当可愛いな。すごい。楽しみにしてて。楽しみ。大盛りにしようかな。出たぞ。お店が見つからず、探しております。うちこみたいな街並み。ほぼやってないかもしれない。え、なんかやってない感じあるね。まさかの土日しか営業してないというね。ということで、お昼ご飯を満腹食べ終えて、ホテルに行きます。お腹いっぱい。美味しかった。美味しかったね。コース料理だったね。ねえ、プンタ、プンタでした。ホテルはここから1時間ぐらい。はい、ということで、まゆりさんお願いします。部活帰りの少年たちがいます。ホテル行ったらプールで泳ぎまくって、ショープールが使えたらね。その間に私はコーヒーゼリーを、さっきコーヒー飲んだとこやけど、アドレナリン出てるね。あ、いいね。ホテル。本日の宿です。沖縄みたいじゃない？ねえ、こんなホテル泊まったね。そういうの。来たって感じ。来てないんですけどね。今日プールがメインやけ。水着を今年着たいの。でも私は大体ね、メインのところ、ね、メインにありつけんけんね、Vlog。やめてマイナスの。からつけたんですよ。プール閉まってたら海に行くね。下見中、海の。なんかさ、すっごい回転するさ、マリンスポーツあるやん。あれめっちゃやってる。回転？え、バナナボート？何？今なんか流行っとるやん。へぇ、あるんや。プールやってるといいね。綺麗で広くていいね。ホテルルームだね。え？それなんですよ。ホテルルーム。ホテルルームプール。これはやってるぞ。プールやってんな。やったら。小学生みたいな喜び方やった。小学生男子やん。小学生男子。心の中にはね、小学生男子。めっちゃ似合ってるよ。ほんと？ミラーみたいな感じ。そう。あ、そうそう、予約制からなんか選んで、そうそうそう、ね、4つのお店から選べるんだって。いいレストラン選ぼう。よいしょ、入ります。おお、なんか、あ、いいね。あ、すごいすごい。なんか狭いけん部屋グレードアップしますかって言われたんやけど、まあ別にいいよね。そうそう、和室やったんよ。グレードアップするって。あ、いいじゃん。これそのまま出ていいってことよね。ちょっと海の色そんなに良くないけど、汗汗ね。
でもまあちょっとくつろげる感じで。最初はグー、じゃんけんぽい。わかっちゃった。ここ。迷うなー。迷うやん。絶対ここが良かったやん。ここが良かった。そこしかなかった。絶対ここじゃないやん。どうします？座ってみる。え、ほんと迷っとる。前こっちがいい。え、ここ、ここしたらどう？ごめんやけど、そこはないよ。前こっちがいいな。じゃあ、もうなんかこっち。じゃあ、こっち。前こっち。前こっち。やった！オーシャンビューベッド！鏡、鏡だね。鏡だって。一人ジムだよ。鏡一人ジム。みんな見せんけんね、ここの鏡。あ、所有地だ。じゃあ、とりあえず、晩ご飯見に行く？お店を。今からお酒やおつまみ買いに行きつつ晩ご飯決めに行くぞ。あ、すだち酒は飲まなきゃ。え、かわいい、かわいい。ゆず姫、すだち姫。どれがいいかな。やっぱホテルの、ホテルの名物酒みたいな。あ、男のすだちハイボール。男じゃないか。マイリン飲まんの？そんなに飲まんかな。あ、そうか。これにしよう、今日の夜の夕食後のデザート。一人目奥村選手、ここやねん。いいとこ行ってる。すごい。いや、出落ち。え、行き過ぎやろ。見てろって、黙って見てろ。か、え、2個狙ってた。いや、人すぎるやろ。ショートすぎた話になる。話にならん。本当に。いざプールへ。いやいやいや。みんな着替えまして。あ、ちょっとね、どんよりはしてますが。あの席が側やね。あっち行こう。夕食までいっぱい泳いでお腹空かせましょう。結構曇りです。もう涼しい感じなんですけれども、構わず水の中入りたいと思います。ちょっとね、天気があいにくやけどね、ちょっと寒いけど海。え、マヨリンなんでそんなになった。あ、靴でか。あ、跳ね上がりよね。ほんとや。イメージショットみたいな。結構なんか大荒れな海やけど、ね、入水自殺する系の海じゃない。あ、いいね。Thank you.
展望と露天があるんですが、どっちに誰が入るかまだ決めてません。11時チェックアウト、明日のチェックアウトは11時です。お風呂どっちにすっかな。マユは展望って決まってるらしいです。上に行きたい、上に行きたいらしいです。すごいざっくりした理由ですねということで、徳島旅行1日目、みんなで露天風呂に入って今からチルタイムということで、乾杯。月明かり微笑む君を、こっちへ引き寄せたよ。